のんちゃんの仲良しパパのんトークです。みんなの中で勝手なイメージが結構多分出来上がっちゃってる。いっぱい話してるから。なんだ、私の中で外国人になっただからまずいと思って、そのイメージとかけ離れた時のなんかギャップじゃないけど、なんか良くないかなと思って、そのせっかくとかはあんまり言ってこなくて、でエピソードしか言ってないから、だから今のところ本当になんか屈強の男みたいになってるのかな、わかんない。それかなんかすごいね、どんな想像してるのかわかんなくて、なんかもうハリウッド俳優みたいな。でもそれだったらそっちの方がまだ近いかなって思うんですけど、分かんないです、うん、でもかっこよすぎない？だとすると、でもそうだから、なんか持ち上げすぎちゃったなと思って。かっこよくないところを言うと、あの虫が苦手です。あ、かわいいんですよそういうところは。じゃあよくさ、家で嫌な虫が出たお父さん呼んだりするじゃない？そうだから、呼べない。誰呼ぶ？ママで、この間ちっちゃい虫だったんですけど出たんですよ。でママって呼んだら、ちょうどお風呂入っててお父さん来ちゃって、そうママお風呂だよみたいなので来たんですけど、呼んでないみたいな、できるのあなたみたいな。なって一応頑張ってました。あ、じゃあ可愛いところもあるんだね、お父さんね。そうだから本当にトムクルーズだったら絶対トムクルーズ虫怖がらないじゃないですか。確かに、もうなんか指一本で倒せそうな感じがするもんね。ちょっとこう腰引けてる感じです。あ、そうで、なんかいつもパパ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 言って、もうお父さんの話ばっかりしないのって言われるから、ね、確かにと思って控えてるんですけど、すぐ出てくるんですよ父の話が。一緒にいすぎですかね、エピソード盛りだくさんすぎて。まあ、ちなみに昨日ね、父の日でしたけど、あの特大父の日しときました。特大だったので、まあ、言えないし言わないですけど、まあ、あの盛大に父の日しといたので、まあ、本人はご満悦なんじゃないでしょうかね。すごい、でも結構なんかそんなつもりなくって、本当にそんなつもりなかったの。何もするつもりはなかったんですけど、まあ、お茶してお買い物して帰ろっかなくらい思ってたんですけど、そのお買い物先ですごい可愛かったんです、ものが。だからなんか私が勧めちゃいました。え、なんか履いてみなよみたいな、靴なんですけど、ユンカイっていう、結局ね、え、靴なんですけど、え、履いてみなよみたいな、可愛いこれみたいな、履いてみなよってなって履いて、でもなんかそうすごい可愛かった。私がその、まあ、靴気に入ったっていうのもありますし、可愛かったんで、えみたいな、いいんすかみたいになって、父の日いいんすかみたいになって、じゃあまあいいよみたいな感じでね、そう結局言っちゃいましたけれども、お買い物をね一緒にしてお買い物をしました。はいね、さっきクロストークでもお伝えしましたけど、父はあの虫ダメなのでダメなんですよ。散々なんかいつもかっこいいところばっか伝えてるようで、なんか申し訳ないので、あのそう、父の弱点を言うと虫でございます。もう例えばあの蚕を育てるみたいな授業ありましたよね。私なかったんですけど、姉にはあったんですよ。多分悲鳴じゃないですかね。多分持ち込み禁止です、これ自体を家に持ち込み禁止ですし、多分父の目に触れさせてはいけないし、うっかりなんかこう遭遇しちゃった日には大悲鳴あげてます。誰よりもリアクションよくって、そのリアクションを真似するっていうのが面白いです。ピノのアーモンドが一番好きです。でこれも父と喧嘩するんですけど、アーモンド少ないじゃないですか、なのにアーモンドばっか取ってくから、最初にアーモンドからなくなっちゃうんですよ。あのバラエティパックでチョコとバニラとアーモンドあるじゃないですか。でだから食べてるの見ると、またアーモンド食べてってなりますね。甘いのが好きなんですよ。結構屈強な男イメージあるかもしれないですけど、甘いのが好きで、ギャップですかね必要ですかこのギャップ、わかんないですけど